釣ってみせましょう。あそどこですかね。その前に見て、黒いだろ。まあまあ黒いだろ、はい、真っ黒だろ、真っ黒だろ、真っ白だろ。そうでしょ。結構黒いでしょ。釣りしてますね。してないっすね。まだタイという、タイを釣ったことない。船長、はい、うちの営業マンなんですけど、竹原と申します。よろしくお願いします。タイ釣ったことないんですか。どう思います。しかも見てください、これ真っ黒でしょ。カム真っ黒でしょ。真っ黒でしょ。真っ黒、真っ黒。なんか腰の。ありました。まあ今日はタイとイサキを、コウノミナトね、まあ、我々の思い出の地ですよ、橋本君。そうですね、荒れぶりですよ。ね、荒れぶりですよね。最近今日はあれじゃない？イサキの60センチが出せばいいんじゃない？そうですね。うん、でタイはメーターです、ね。タイメーターだね。俺最近結構メーターかかってますからね。そうだろ。いや、そうしよう。それ切られてるしね。俺も一昨日だっけ、松山メーター。いやいや、松山メーターいるから。は、いるから。何のメーター？竹は？タイ。タイメーターっすね。ちっちゃいな、これ。ちょっとちっちゃい。自信の表れ。さすがだね。じゃあ。でも釣るのはメーター。はい、まあじゃあ、まあそんな感じで頑張っていきましょう。はい、やべえ、吹っ飛んだ、100ダメだ。マジ？あ、ダメだね。今ね、1.8 ノットで。感じ目ある。感じ目。一応ちょっと見たんですよ。まあ、これぐらいだろうっていうぐらい。まあ、釣りはないけど。ちゃんと来たら、指でロックしなさいよ。フィッシュですね。ここマジ90アップとか出るから、ね、90アップ出るんですか、うん、ちょっと浮いたのもいますよ。8メーター。タイ？え？いきなりティー？へぇー。ただあの謎なフッキングが映像に入ってる。あと何メーター？うー、ファーストバイトはゴトゥーンだよ。あ、見えたね。ナイスナイス。お、いいタイズじゃん。お、来た来た。お、来た。宮本も来た。お、いい。うー、おー、ナイスナイスティー。いいサイズ、いいサイズだぜ、いいサイズ。うー、いや、全然ポイントじゃん、いい。ねえ、もういいし。うー、全然ルアーも何も見えてない。あ、太短、太短じゃないんだ。今日は珍しい。ねえ、なんかね、孤独イコールド、ね、どでかになるのね。ナイスナイス。あー、あと僕のは、あー、まあ、ナイスナイス、いいねいいね、いいねいいね、いいじゃんいいじゃん、全然いいじゃん。お前はドデカーか。ドデカーですね。いや、ことがでけえな。いいっすね。測ってくる。すごいっすね。測ってくる。そら、斬新っすね。あ、まあ、70ぐらい。70ぐらい。70ぐらいだな。はい、宮本のもこれね。はいはいはい、はい、さあ、いいんじゃないですか。出足好調でございますよ。じゃあこれ、来るタケ、釣れたんじゃないですか。来た、食ってんのかな。食ってる、ついてるっぽいっすよ。巻いてる時にグリグリ来た、はい、おお、来たの。わかんないっすね。降りなさい、降りなさい、降りなさい。これなんか効いてますよ。効いてますよ。これ。効いてますよ。人生初タイ。タイ、タイ来たんじゃないですか、これ。あの、タイラマでは初ですね。天山は釣ったことある。天山は釣ったことある。効いてる。安心してください。効いてます。ちょっとちょうど横割り釣れんや。やっぱ限界詰めるな。磯流しめからこんな詰めるの。お、橋本来た、橋本来た、橋本来た。タイですね、タイ。いいの、みんな釣ってんじゃん、俺以外。
お、竹来た来た。あ、青菜か。青菜だ、竹のは。タイじゃないですか。青菜だ。そんな。ナイスナイス。いい。ナイスナイス。まあ、いいじゃない。前回 初の出会い。青菜。まあこういうのが。限界の素晴らしさ。いいですね。だって瀬戸内でお前対ラブしようったらお前タイとアコーしか釣れないから。イエス。何でも釣れるけんこっちは。ありがとうございます。シュー。見てよお前青菜の目の綺麗さ。ピュアです。ピュアです。ねえ、メーター来ちゃった。メーターですか。先に言っとくわ、これメーター来た。マジでバッタリから。メーターあるわ。メーター来た。マジでこれやべえな。行ったわ。行った。ちょっと番組記録来た。もう出荷だから。出荷はやーった。これ変わった。変わったかも。ちなみにまだまた寝てますよ。ごめん。3メーターだよ。これ先に乗ってる。マジ？ちょっと絶好調じゃん。おおおおおちょっと待って、ちょうどよかりダメじゃない。俺昨日夜なべしたんだよ。タケさん、タイっぽくないですか。次はこれもタイじゃないんじゃないですか。そう、タケ嬉しい。嬉しい。すごく嬉しい。ごとく嬉しい。どこみんな俺玉だけ帰ってきて。俺玉だけほら。これでかい。でかい。あるある。でかい。行きますよ。すぐ行きます。でかい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 。やったー。でかい。長さじゃないな。でかい。でかっ。俺が釣ったことでしょかな。なんでなんでだよ。分からんけど81。マジで。タケタケ、僕の話するからだよ。タケ、ね、ちょっとこれでかっ。どれか今でかっ。やっぱ強ハドだったんや。いやさあ、何本ですか。やべえ、測んない方がいいか。まあないよ。ないね。メーターあったことはしとこうよ。測んないでメーターだったって言うよ。明らかにないもん。いや、メーターでしょ。いや、メーターだよね、これね。はい、77。あー77。あー、メーターか。ふぃー、後藤くんでもいいじゃん、後藤くんでも。ふぃー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 。いや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 、やりました。タケさん、おめでとうございます。はい、やめときましょう。僕だけ当たりもないのは何ですか。聞いたことない。嘘を知らん。知っとるね。タケ調子いいな、朝から。まあ、釣りさしたらこう。やっぱそんなもんだ。やっぱさすがだね。なんだから釣るんですよ。ちなみに、まあ、俺は何も釣ってないけど、それ以外にタイしか釣ってないからね。もう2種釣ってますから。やばいよね。だけど釣り楽しい？楽しい。だからね、後藤くんがやたらと涙まんまん。目玉使ってるの見たことないでしょ。あいつマジ涙まマンなんだよ。涙マンか。涙マン。あだす。マジで。あんな薄くなるんだ。はい、イガー来たー。あ、バレた。バレた。せっかくもうドラッグ出てたじゃん。せっかくタイが来たのにな。釣りって楽しいね。やべ、トップで動きた。さあ、おかしい。あー、もうなんなあ。でもよいしょ。おー、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 
買いたい。でかい、さっきよりはもう全然違いますね。さっきとは全然違いますよ、これ。ほら、全然負けない。全然負けない、これ。見てこれ。ジーしか言わないです、これ。これ。これはタイでしょ。ついに本命来たみたいな感じじゃないですか、これ。これ一枚。次回大台現る。一生上がんな。タケちゃん取れるのかみたいな。もういいや。じゃあもうタケチャンネル作ろうね。103m からずっと動かないですから。分かった。ドラグをちょっと締めなさい。ちょっと締めればいいですね。ちょっとだよ。そう。これはタイですね、タケさん。大事さすがにくれてる。追いついてもらっても大丈夫。いやいや、橋本一回追いかけたことありますよ。あの鹿児島で上がらんとか。あれって3ノットだったんだよ。何回も言うなぞ。恥ずかしいな。ショットにたまに出てきて嫌だ。あと87m です。だいぶ浮いたね。だいぶ浮きました。俺その直前に当たってたから、そいつがお前の方にビビった、ビビったんだろうな。すみません、こいつ強そうだと思って。すみません、竹原さんいけるって。ありがとうございます。行こったな。ね、フィネスっすね。えらいフィネスっすね。それありました。竹原ふぅ竹原ふぅふぅって。タイラメ面白いふぅ。あなた社長に怒られませんか？大丈夫ですか？怒られます。大丈夫ですか？はい、静かにしておきます。お、来たわ。おーしょー。おー、でかいタイですね。おー、タイだ、タイだ。おー、優しく言ってくださいよ。おー、タイです。タイです。タイです、これタイです。タイ入りました。これは間違いなくタイです。ありがとうございます。竹原営業行けば。あの、森さん、うちの営業マンなんですよ。一回営業行かしてもいいですか？絶対何も買わないでください。うちの飯といてください。おー、やったね。ふー、竹原目玉の120。ふー、ついに台風。あれ、そんな喜ぶ感じじゃない。台風。昼ぐらいまで平らばして、それから一先みたいな感じか。おお、もうおっとん、調子いいじゃん。マジ？やっぱ3枚目です、ね、やっぱ太くなきゃダメなんかな。あ、俺くるくるスクリュー出しちゃおうかな。釣れそう、お前の釣れそう。うざうざ。もう見えた、お、見えて見えた。お、インサイズじゃん。よいしょ。よいしょ。え、これパンパンじゃん。綺麗。綺麗な体感の。ふぅ。早く持ってくんな。ナイス。大丈夫。ナイスナイス。いやいやいや。これ G 字何グラム？150。150です。OK です。ナイスです。今誰も当たらなかったでしょ。いや、今当たってたね。あ、これ当たってたね。当たってたね。ちょっとなんか手についてるから短くないじゃん。てか、フグやべえ。今俺もフォール中にフグにやられた。一瞬途切れましたけど、また出てきてます。めっちゃ揺れる。もう俺限界が近い。めちゃくちゃ揺れてます。おそらくな。来た。タイ、タイに何か、何だ、来たの？
ちょっと休憩しようと思ってちゃんとここで釣りしていいですか、ね、許可もらって、許可もらってますお父さんの真似して、早いんですか、ね、早巻きですね、はい、あ、じゃあ、俺も早巻きします。推定ね、62cm、 62cm、 62cm、 そうですか、イエーイ、超綺麗じゃん、めちゃくちゃ綺麗、ほらな、ほらな、ありがとうございます、ほらな、言ったろ、やっぱタイはいるんだよ、タイはいるんだよ、ほらナイスイエーイ、あ、写真30枚ぐらい撮って、すぐに携帯あるか、30枚ぐらい写真撮ってイエーイ、はい、何枚釣れますよ、いやいやいや、おー、来た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 、ほら、地合いだよ、ふぅーイエーイ、ふぅーイ、はい、OK です、はい、OK です、ここで撮ってくれるんですか、これで、ふぅーイ、おい、OK、 人は出てますけど、浮いたのも今真下にいます、もう一回やってダメそうやったら伊佐木に行くかもしれない。これで今日すごい全員安打だね、タイ、うちら、ね、そうですね、頼みますよ本当、プレッシャーかけないでください、まあ、そこベタ出てきた、いや今ホームで止まった、すっげー合わせちゃった、フグ釣れそうじゃね、すっげーな、ドデカーリートリプルカット、ピラピラじゃない、ピラピラ、俺ピラピラが好きなんだよ、これさ3回ぐらい当たってくるんだけど、これフグかな、そう、もうあげた方がいい、これでもまだいっぱいついてるよね、ピラピラが1本ぐらい残ってるじゃないですか、まだ1本ぐらいいるかな、もうあんな頑張って切ったらもう終わったってこと、3回当たったってことだと思ってんの、もう終わりかな、長いからどんどん短くなっていいじゃないですか、ね、あ、ちょうどよくなってるからそうそうそう、あれあれあれ、やべ、メーターだったな、もう竹はもう次にタイラバーツセット買えば、そうですね、もうちょっと泣いてくれんとイサキいけんよね、だいぶ泣いて、竹原さんなんか朝一の勢いなくなったねなんか全然もう喋りもなんかもう全然見ちゃうなってくるこの辺、この辺の現象なんかね、当たりがあったりさ、なんかね、なんかみんながつながったから絶好調だったりで、なんか全然なんか当たんないじゃん、やばい、だだこれ出したんだけどこいつ、やっぱ当たんないでも潮が弱ってきたね、お、サバじゃん、サバ、サバですかね、サバですか、いや、サバだよ、サバが出した、ナイスフグ、じゃあ伊佐木の方に行きましょうか、 いろんな思いはあると思いますけどあります